さっき配達物が届きましたので、パソコンの、アダプターです。断線を起こして、まあ10年ぐらい使ってましたかね。やっぱりこの根元のところ、どうしてもゴムの部分弱くなってきて、断線すると。で、まあアダプターこうなったらすぐに注文して、まあ最初あれ差し込んでるのに充電できないなっていうこと気がつきますから、充電できたりできなかったりとか、最初の方は大体そんな形ですね。で、こういう風にね、曲げてあげることによって、一応接触、断線してるところを接触して、中の電線がちぎれたりしてる部分があるんですよ。そこをしっかりと接着、くっつけてあげたら、一時的には、まあ、通電とかしたりするんですけども、まあ、どうしてもね、パソコンで、早急に、書類を、電子書類、パソコンの、文字っていうものは電子書類なんです。これは法律で認められています。で、すぐにパソコンを、使用しなければならないという時に、まあ、どうしても、こういうふうな形で、まあ、アダプターが届くまで対処する。というのが、まあ、望ましいですね。まあ、けど、あんまり僕も、持ちこたえられなかったですね。まあ、気づいてからの数日ぐらいですね。まあ、このあたりをビニールテープでくくって、一応ビニールは絶縁体なので、それで、スパークすることがなくなりますんで、まあ、絶縁体で、この辺のところはね、僕はシャープエンジニアリングさんで働いていたんで、兵庫県の伊丹市、だったと思います。シャープエンジニアリング。そちらの方で、一時働いてましたので、エアコンの修理と、洗濯機の修理と、あと何ができたかな。ちょっとだけ冷蔵庫の修理ですね。まあ、テレビの修理とかも手伝いに行きましたけども、正直テレビは自分一人ではほぼしてませんので、まあ、本職じゃないですね。その時の契約内容は出来高制で、一件、修理できたら、5000円。そこに、自家用車の、車の、駐車場代だとか、燃料代、要するにガソリン代ですね。で、まあ自分の車使ってますから、まあタイヤも、すり減ったりします。だからまあその辺のところ、込み込みなので、仕事ができなかった話にならないという契約なんですね。だからすぐに仕事を覚えざるを得ない状況っていうものがあったと。で、もちろん修理できなかったら、まあ、どうでしたっけ、なんかついてったかな、お金。出張費、あれはね、現場行ってみたけども、別に壊れてなかったみたいな形のものは出張費だけいただいて、ちょっとだけ手元入ってきたのかな、どうだったかな。ちょっとね、僕ももう、10年以上前のことなので、ちょっとその辺のところまでしっかりと覚えてないんですけども、まあ、なかなか、真面目に働かなかったら、大した金額は稼げないですよ。一件五千円。効率よく、正直言って、どういう順序で、効率よく家を回るかなんですね。で、例えば、神戸市だったら、まあ、伊丹が拠点ですから、まあ、東灘区とか、まあ、朝から順番に、移動距離を縮めて、うまいこと家を回っていくとか、まあ、そういうふうな工夫があればっていうところなんですよね。で、まあ、洗濯機の修理で驚いたのがね、まあ、確かに洗濯機が壊れていたら、洗濯できないから、もう夜の10時でもいいから来てくれと、まあ、22時以降になるかもしれないですけども、どうですかと。で、そしたらお客様の方が、その時間帯でもいいですから来てくださいっていうことで、まあ、修理に行ったこともありましたね。だからまあ、一応ね、家電の修理って、皆さん、切羽詰まってる部分あるんで、次の日洗濯できなかったらどうしようとか、それが本当にあるんで、冷蔵庫とかも。だから、冷蔵庫なんかすぐ直してもらわなかったら、冷えないでしょ。中のも全部腐っちゃうから、からまあ、できるだけ早急に対応しようとはするんですけども、まあ、そういう部分もあって、まあ、正直ちょっと長時間労働はありましたね。で、8月かな、そのエアコン修理、8月、7月、8月、どちらかの月が、まあ、すごく忙しくて、8月、そう、シャープエンジニアリングの、その、正社員の方たちがお盆休みとかあったからですかね、その分、まあ、こちらに仕事が回ってきてっていう部分があっ
て、まあ一応、まあ、稼ぎが49万、8万、それぐらいで、そこから、まあガソリン代とか、一番かかるのがね、全部駐車場代なんですよ。ほとんどのところが。公営住宅とかで、どっか止めさせてもらうとこありますかっていうことで聞いてみたい。あ、ありますよっていうところは駐車場代かからないんですけども、他のところも大抵駐車場、どっか近くの、路上駐車して、周りに駐車場あるの気がつかなかって、ちょっと離れたところに、有料の。で、そのお客様の前で車止めていたら、すぐに駐金取りに来られて、緑色の服着た人たち。最初から狙ってたんちゃうかっていうようなタイミング、僕のことを。で、まあね、もう仕方がないルール、法律ですから、もうこちらもお金払わざるを得ないっていうことで、ああ、そのところにあったんですか、すいませんっていうことで、もうこれが世の中の現実ですよ。だからそこからその駐車場代と、その交通費がね、もうものすごい遠いところ、伊丹市だからまだそんなに遠くないんじゃないかって思われるかもしれませんけども、稲川まで行きましたから、ちょっとね、一軒の修理で稲川、間どこかのね、例えば川西市とか間のところで何か修理こううまくリレーするような形なかった、往復だけで2時間ぐらいかかってたような気しますね。かなり奥の方ですね。これどこまで行かなあかんのやろうっていうぐらい、もうこんなところ手話でも来えへんぞっていうようなところ、ほんとほんと、もうトンネルの中入っていって、だから、そこの公営住宅なんですけども、もうものすごく大きな虫とか、こう、いて、もうびっくりしましたね。ああ、こんなに山の中だったら、そりゃそうなるかっていうことで、本当に本当に。だから、まあまあ、その、一見5000円の話に関しては、自分がしっかりと仕事を覚えれるっていう人だけ、まあ、チャレンジしたらいいと思いますよ。どうしてももう他に仕事ない、もうその条件で頑張るしかないで、一応それで40、1ヶ月で48万決まった。労働時間長かったですね。そこもその時、まあ、休憩時間いいでどうでしょうね。300時間はなかったかな。けどまあ、そう。まあ、1月220時間は絶対超えてたでしょうね。そこでも一回居眠り運転事故してますからね。だからまあ、長時間労働やめといた方がいいですよ。だから僕の家からだったら伊丹の拠点まで片道1時間ぐらいはかかるから、本当に。だからやっぱりもうみんな家の近くで働く方がいいですね。まあ仕事上どうしてもそこの責任者とかになって、まあ降りるに降りれないっていう部分があるかとは思うんですけども。まあ、さっき動画止めたのは、まあこういう事情です。ちゃんとまあ姿見せましたけど、さっき洗濯終わったところです。もう、これ見てもらったら分かると思う通り、もう服ドロドロです。スタッドレスの、タイヤの、トラックへの積み込みと、積み上げ、ちゃんと制服上着あるんですけども、一応この袖隠れるような形になってるんですけども、どうしてもいつにか接触してしまってる。だからまあこういうふうに服がドロドロになる。で、まあ、これね、もう、まあ、一応洗濯してますけども、こういうふうにまあ、もうドロドロ、なっちゃうんですよね。だからもうズボン2本ぐらいもうしょうがないかの形にどうしてもなるんですよね。まあもうこれもともと河川の撮影用とかで、まあ新しく靴買おうかなと思って買って、まあこれが大体5000円ぐらいですね。まあ靴底がしっかりある、こういう状態じゃなかったらやっぱり仕事にならないから、河川の撮影もそうなんですけど、もうこっちで行くともうかかとのところね、もう削れてないじゃないですか。でもうないでしょ。平たくなっちゃってるでしょ。で、本当はこんな靴で行って危ないから。で、あと、河川の撮影とかの場合は、まあ、河川水門開始ダム発電、地下水流トンネル発電、YouTube 一覧表のところから見てもらったらいいんですけども、下がね、土の上とか歩いてるときに、その雑草とか生えてるところ、石とかがゴロゴロ
あって、この靴底薄いんですよ。だから直に足に当たる。だからあんまり歩いてると足、もう普通に歩いてるだけでもう数メートル進んだ時痛いですね。だからある程度その働きに行くにあたって、まあどういうふうな靴で行くのかっていうところは、まあちゃんと考えた方がいいですね。だからもうドロドロになるからもう洗わないようにしてます。最初これ真っ白な、綺麗な真っ白な靴だったんですよ。これがまあ11月の半ばぐらいに買って、まあ今、まあこういう状態ですよね。もう毎日絶対汚れるから、さすがにもう毎日洗えないから、もう仕事用みたいな形で、だからもうこういうふうな、だからまあ一般人の人がね、普通の服着て、靴、こんな靴で歩き回ってたら、ちょっとこの人変な人なんちゃうかなって思うかもしれませんけども、もうタイヤの積み込みをね、一日もう何百本もタイヤを積み上げて積み下ろしをしてるんですよ。トラックへの積み込みもそうなんですけども、倉庫から、まあ例えば川西店とか、千里店だとか、箕面店だとか、まあ緑ヶ丘だとか、まあ大阪府の方ですよ。緑ヶ丘っていうもう地名はもう各都道府県大体ありますよ。で、まあ神戸方面とかでもう、まあいろんな店舗。それを一日に何百本もタイヤ積み上げて積み下ろしをしてるんで、まあもうしょうがないなのところですね。まあまあこういう靴で歩いていてびっくりされるかもしれませんけども、変な人間じゃないんで、まあその辺のところは、まあご理解していただきたいなと思います。たまにまあこういう靴履いてた人、あ、そういうことだったのかっていうのが、まあ僕も分かった方ですね。だからやっぱり、ズボンも上にね、さっきああいうふうなズボン、こういうふうな普通のズボンの上にああいうふうな、もう、しょうがないかのズボンを履いていて、で、まあ、さっき帰ってきて、もうすぐに洗濯機を回して、服とかすぐ洗うんですけども、こういう、ちゃんと、しっかりしたものを支給していただいてるんですね。で、袖も長めにあってと。だけど、やっぱりそうなってしまいますね。伸び縮みがあるので、腕の関節の曲げがあるんで。で、まあ、こういうふうな、丈夫な手袋いただいてるんですけども、これね、最初いただいてたのが S で、僕は身長170センチ、まあ、手のひらは小さい方なんですけども、まあ、これは今、手、綺麗に洗ってるんですけども、爪の間とかやっぱり、ちょっと残ってしまいますね。何回も手洗ってるんですけども。もう、これももうしょうがないで通しますね。で、これがね、S サイズだと、3日の、仕事でもうこの辺が破れて、特に右手の方ですね、利き腕にどうしても頼ってしまう部分はあるんでね、この右手、まあこれはサイズ M で、サイズ M 右手の方なんですけども、やっぱり破れてくるんですよね。でこの辺のところから右手のその破れてる箇所、まあこの辺のちょっと待ってくださいね。まあもう手何回も洗った後なんですけど、まだうっすらと汚れてるでしょ。もうどうしようもないなって。まあ、ある程度、まあ、こういう仕事をされてる人、まあ、会社がちゃんと支給してくれてるんで、まあ、もう、あんまりもったいないにならないで、ある程度のところでもう捨てた方がいいですよ。もって、本当に、特に僕みたいな一人暮らしの人は自分で料理しなきゃならないでしょうから、今日もね、お米研ぐとき、やっぱり躊躇がありますね。何回も手洗って、爪の中とか、なんとか綺麗に落とそうとするんですけども、やっぱり、こうなりますね。もう絶対的に。もうその辺もしょうがないで、もう進めてますね。これが世の中の現実ですから、まあ世の中大体こんなものですよ。もうどれだけ早く動いて仕事を、効率性を上げていくかどうか。結局はもうそういうことだと思いますよ。で、あとは失敗しない。まあもう一個のズボンっていうのはもうこれですね。もう黒だから、まあ、そんなに目立たないかっていうようなところでですね。まあまあ、黒というか、まあ、ネズミ色ですけども。まあ、使い込んでいくうちにね、まあ、だんだん白に近づいていくんですけども。まあ、今の話が、まあ、先ほど、録画を、中断した内容。まあ、これは小分けして動画作っておこうかなとも思いますね。つなげたものと。以上です。
あ、一応日付、いつものように日付。本当に、あ、違う、ギャグや。もう疲れているから。本当も、まあ、だいぶけど、体はできてきた方ですね。まあ、なかなか、あれですよ。大変な仕事です。まあ、けど、それでも、家で筋トレとかしてるぐらいだったら、まあ、仕事行って、まあ、体力、筋肉とかつけた方がいいなっていうところですね。12月の15日、18時43分。まあ、こういう状況です。以上です。